尾道市三木町本付近 j r 八本松駅前、国道486号は、岡山県総社市から広島県東広島市に至る、一般国道である。1993年に、県道から国道に昇格した路線で、岡山県道24号倉敷総社線の一部、岡山県道25号倉敷茨線、広島県道181号下五両新市線、 バイパス、広島県道24号、福山上下線の一部、広島県道49号府中三木線、広島県道50号本郷三木線の一部、広島県道25号三原東上線の一部、広島県道345号上徳楽井線の一部、広島県道6 5号奥井福富線の一部、広島県道29号、吉田大和線の一部をもって成立。 広島県東広島市の国道2号原道が最上バイパスに移行後は、その旧道の一部も引き継ぎ、現在に至る。国道昇格以前より改良が進められていたこともあり、福音5.5メートル以上の区間の割合を示す、改良率は高めであるものの、改良区間のうち混雑度が1.0未満の延長の割合を示す整備率は、となっており、岡山県では、 整備率が低い。旧2号線区間道の駅を主な構造物24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。